皆さんこんにちは。今回もマリオカート、やっていきますよ。はい、スタートダッシュ決めるよ。うん？はい、ここ。うん？はい、スタート。今回のコースは、DK ジャングルですね。前回はレートが、9999になったところまでですね。どんなレース展開でも、1万を超えるのなら動画にしなければならないというのが辛いところです。さて、実は私、今週もまたしれっと出張に行っていまして、出張先でマリカー駅にするネタを2つ確保したので、1つずつ喋っていきたいと思います。そのうちの1つ、本当にあったガチで怖い話を喋っていきますよ。本当に笑いどころはないかもしれないので、そこだけはご了承ください。私には、マリカー駅にするくらいしかやれることはないですからね。それは、出張先でレンタカーを借りて、そのレンタカーを運転していた時の出来事でした。車を運転していたら、道路工事をしている場所がありまして、片側交互通行みたいにされていて、赤と青のランプがあって、下に秒数がついている感じの信号機が設置されてありました。そこで私は信号に引っかかって、信号待ちをしていました。そこまでは、状況が想像できるんじゃないでしょうか。それで、残り秒数が1分くらいになっていて、だんだん後ろに車が溜まっていくわけですね。そうしているうちにどんどん残り時間が少なくなってきまして、青信号になるまで残り10秒となった時、その事件は起きました。先頭の私の後ろの車が、ハンドルを切って、行こうとするわけですね。私自身、残り10秒くらいになって、反対側から車が来ていなければいける状況になっているというのは、30年近く生きてきて理解はしているんですが、仕事で来ているわけですし、そこまで急いでいるわけでもないので、特段動かずに、信号が青になるまで待って、青になってから動き出しました。後ろの車は、行こうとする動作だけ見せて、結局追い抜かしていくことはしませんでした。それで青になったということで進み出したら、後ろの車の挙動がおかしくなってきました。ありえんくらい距離を詰めたと思ったら、急に減速しまくって、ハイビームを何度もチカチカしたり、めちゃくちゃな蛇行運転をしだしたりしました。蛇行運転したり右車線を意味もなく走っていたりして、そうしているうちに対向車線から車が来るわけで、私の方が、お危ない危ないとか、人生で一番無駄な心配をしなければいけない始末です。そういう無茶苦茶な運転は、5分前後くらい続いたんでしょうかね。人生で、初めて煽り運転というものを食らいました。とか喋ってたら、とうとうレートが1万を超えました。よかったよかった。それでは、ご視聴ありがとうございました。